どうも、タニパーさんです。今回ご紹介するのはこちらでございます。エスビットポケットストーブミニタリーということで、こちら小型コンロとなっております。どういうものかちょっと見てみましょう。こちらです。まあ、至って形はシンプルです。なんかね、四角いで、ちょっと開けるとこんな感じになってます。この中の白いものが燃えるということで、こちらね、白いものが着火力があって、なおかつ煙も出さずに有毒ガスも出さないということなんで、非常にこう室内でも使えるんですよ。あとはですね、テントの中でもできちゃうということで、なかなかね、優れているものかなと思いますんで、で早速です、僕これをですねお試しで、使ってみました。しかも僕自分の部屋の中で、使ってみたんですけども、なかなか良かったので、そちらの映像の方を見ていただいて、まあどんな使い方かっていうところですね、こちらの方で、分かりますので、見ていただきましょう。ではどうぞ。はい、今日はですねこちらですね、試していきたいと思います。なんか室内でできるということで、すごいですねこれは。有毒ガス出さない、どんだけすごいか分かりませんけど、早速これにねちょっとカップラーメンを食べてみたいと思いますので、こういうものなんですね、白い。はい、今のものです。これをここに乗せまして、じゃあこれでこれ火つけましょうね。はい、つきました。はい、室内ですよ。室内ですが、煙も出ず、ちゃんと火が起こせました。これ暖炉代わりにもなるらしいんですよ。さ、早速ですけども、これを温めていきたいと思います。はい、問題なく燃えております。さあ、こちらの方、結構熱くないですね。あ、下もそんな熱くならない、いいね。さあ、こちらね、沸騰したんで入れていきたいと思います。
さあ待ちましょう。さあ完成しましたね。いやちゃんとできてます。ほら皆さん見てください。はい、ちゃんとやってます。うん、うまい、うまい。いいですね、お湯が沸かせちゃう。これは素晴らしいです。はい、美味しくいただきました。これは非常にいいですね。はい、見ていただきました。皆さんどうでしたか。こちらかなり優れた商品だと思うんですよね。このコンパクトで、なおかつこんなだけでこれだけのこうお湯を沸かせれてしまうっていうのがね、非常にいいなと思いましてね。なかなかね、これないですから、皆さんぜひね、これ一回に一台あってもいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。いやー、まあそんな感じで皆さん、ぜひこちらのポケットストーブ見たり、ゲットしてみてください。バイバイ。